はい、というわけでフライアウェイの PV ご覧いただきましたが、まずそれでは早速ご紹介いたしましょう。本日のゲストはソイングクさんです。はじめまして、ソイングクです。どうぞよろしくお願いします。はい、番組にお越しいただきありがとうございます。お会いできて嬉しいです。ありがとうございます。ちょうど楽しみ。ありがとうございます。さて本日はついに日本デビュー日ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まず日本デビュー日を迎えた今の気持ちをお伺いしてよろしいですか。今本当に緊張です。はい、日本語ですね。ちょっとはい、はい、でもすごく上手です、日本語。ありがとうございます、はい、ですね。はい、というわけで緊張されているということですが、はいはい、まずはファンの皆さんからツイッターでいただいた質問にお答えいただきたいと思います。はい、はい、まず一つ目なんですが、はい、昨年歌われていたレイニーブルーのカバーが甘くて力強い歌声に圧倒されましたが、他に日本の曲で歌ってみたい曲はありますかということなんですが、まず日本の好きなアーティストについてお伺いしたいと思いますが、どなたかいらっしゃいますか。平井堅。平井堅さん。はい、瞳を閉じて。あー、はい、そうなんですね。はい、そうですね。はい、実際に瞳を閉じて歌ったりとかっていうのはされたことってありますか。やじゃね、昔ちょっと練習しました。あ、そうなんですね。はい、でも多分すごく聞いてみたいっていうおっしゃる方もすごく多いんじゃないかと思いますけど。はい、今じゃなくても大丈夫です。ありがとうございましたですね。はい、じゃあ次は、続いて次の質問に行きたいと思いますが、日本デビューでいや韓国のカムバックでお忙しいかと思いますが、日本で休暇があったらどこで行きたいですかということですが、はい、まずこれまで何回か来日はされていますよね。저한지금까지한네번정도왔나요다섯번정도온것같아요 네, 네근데모두스케줄로와서굉장히바빴었거든요今まで日本には 4,5 回ぐらい来たことがあるんですけれども、すべて仕事のために来たのでとっても忙しかったです。なるほど。その日本に来られた時に印象的だったこととか、食べて美味しかったものとかっていうのがあれば教えていただけますか。日本食べ物全部美味しいです。お酒すごい素晴らしいお酒好きなんですよね。はい、大好きです。何でも大丈夫ですか。ビールとか日本酒とかいろいろありますけど、全部大丈夫ですか。はい、ビール、生ビール、はいはい、日本焼酎、焼酎、はい、全部大好きです。お酒強いんですか。ちょっとそうなんですね。はい、なるほど。でもし仮にですけど、日本で 2,3 日お休みができたらどこに行きたいですか。沖縄。はい、좀따뜻한배경따뜻한바다그러니까따뜻한햇빛을받으면서바다에서이렇게수영을하면서놀고싶어요좋습니다아오카니오키나와이外に他に行きたいところとかってありますか。札幌。아札幌。はい、札幌ビールやっぱりビールなんですね。はい、はい、ビール大好き。でも札幌はもう沖縄も食べ物も美味しいですから。はい、味半分のも買わせよ。一度も行ったことがないんですよ。あ、そうなんですね。はい、私札幌出身なので。ああ、そうなんですね。そうですか。でもすごい雪が綺麗で皆さん行きたいっておっしゃるので。ああ、札幌。はい、なのでぜひじゃあ、ね、ライブとかイベントとかで行けるといいですね。はい、お願いします。はい、ぜひぜひ。はい、ありがとうございます。じゃあ次の質問に行きたいと思いますが、次の質問はお部屋をお掃除する予定はありますかと言ってるんですねちょっとこれ説明しますね。まず多分ね、知らない方もいらっしゃると思うんですよ。これ説明しますと、この間韓国で放送されたバラエティ番組でお部屋がとても散らかってた映像が流れたと。そうっていうことなんですけど、まずお掃除あんまり得意ではないですか。잘못해요。
よくできません。저희팬분들한테죄송하다는말씀을드리고싶네요。僕のファンの皆様に申し訳ございませんという言葉を伝えたいです。はい、すみません。はい。ちなみにそのバラエティが放送された後、お片付けってされましたか？あ、いいえ。してないですね。はい、그대로인것같아요。そのままだと思います。あ、27年평생을그렇게살아오다보니까갑자기바꾸기가굉장히힘드네요。27年間ずっとそのようにして生きてきたので、急に変えるのは難しいです。はい、難しいです。はい、大変です。大変です。変えられないですよね、はい、そんなに。노력은해야겠죠。でも努力はしないと。네、방송이나가고난뒤에저희어머니께서굉장히스트레스를받으셔가지고요、좀노력을해야될것같아요。あの放送があった後にですね、うちの母親がとってもストレスを受けているようなので努力をしなければいけないと思います。はい、すいません。はい、もしかこれインターネットの放送なので韓国でも見られますから、お母さん見てるかもしれないですからね。おま、みやねよ。お母さんごめんなさい。お母さんすいません。おま、みやね。なるほど。あの質問をいただいた中には、私が片付けに行きますというファンの方もいらっしゃいました。ああ、오세요。来てください。ありがとうございます。こう本当に오세요。必ず来てください。なるほど。人に片付けてもらうこと自体に全然抵抗はないですか？はい、嫌だって方もいらっしゃいます。전혀그지워준다는데뭐고맙죠。全然片付けてくださるというのでありがたいです。はい、私のファン皆さん行きましょう。すいません。なるほど。ありがとうございます。じゃあ続いては、次の質問は俳優のソイングクさんとしてお伺いをします。ね、はい。これからさまざまなドラマや映画に出演されると思いますが、挑戦してみたい役はありますかということで、まずはこれまでに出演したドラマですね、ラブレインでは1970年代に生きるイキダが得意な音楽喫茶の人気者の大学生を演じられていて、はい、そして応答せよ1997では初恋の相手を死ぬまで愛し続ける主人公ですよね。でせがれたちでは3兄弟の末っ子で1分間に何人もの女性を愛することができるプレイボーイということで、これまでの全然違う役柄ですけども、これまで演じてきた中で特に印象的だった役をお伺いしていいでしょうか。어인상적이었던거는그래도50부작을함께했었던아들녀석들의유승기역할이굉장히인상깊었던것같아요。바람둥이やはり一番印象的なのは50話共にしてきたユースンギという役柄がとても印象的です。プレイボーイですね。그이유는뭐일단제가바람둥이가아니기때문에、네、굉장히신선한경험이었던것같아요。その理由というのは僕自身がプレイボーイではないのでとても新鮮な経験だったからです。じゃあご自分とは全然違う役柄っていうことですよね。はい、本当に本当に違います。はい。ちなみに一番近い役柄っていうのはどれですか？가장가까운역할은그래도조금이나마다섞여있던것같아요。あのそれぞれのキャラクターが少しずつ少しずつでも自分自身 の, あの本当の部分がちょっとずつ混じっていたような気がします。사랑비에서김창모역할을했었을때그친구들과이렇게장난기어린그런느낌이일단저한테도있고그리고윤윤재라는캐릭터를했었을때응답하라1997했었을때굉장히멋있는캐릭터라제인생에서멋있는거를조금대입하고싶었거든요。뭐몇개없었지만그래도그렇게하면서좀만들어졌던캐릭터라나름또애정이많이가는편인것같아요。例えばですね、ラブレインで演じた金ちゃんぼなんですけれども、友達と一緒にこういたずらをしたりとかするところ、そういったところが自分と重なっていると思いますし、また応答せよ1991で演じたユンジェという役柄なんですけれども、とってもかっこいいそういった役柄だったので、自分自身の人生の中で、まあ、そんなにたくさんはないんですけれども、自分自身の人生の中でかっこよかった部分、そういった部分をそのキャラクターの中に見せようと思ったんですね。で、そういうふうにやって作られていったキャラクターなので、すべてのキャラクターについて非常に愛情を持っています。それぞれ似てるところがあるっていうことですね。はい、なるほど、ありがとうございます。でちなみにこれから例えばドラマや映画に出られるとして、どんな役柄に挑戦をしてみたいですか？약간의사이코패스약간그러니까현실에서제가절대로할수없는것들있잖아요。영화나아니면작품에서만행할수있는그런캐릭터그런것들을한번해보고싶어요。뭐사이코패스라든가아니면범죄자라든가아니면뭐
경찰도해보고싶고굉장히욕심이많아요제가例えば精神異常者ですとか現実の世界の中では絶対に自分ができない映画ですとか作品の中だけで演じることができるそういったキャラクターを演じてみたいというふうに思います。ですから先ほど申し上げた精神異常者ですとかあるいは犯罪者ですとか警察官も演じてみたいですしそういった役柄については本当に欲がたくさんあります。いろんなことをやってみたいです。はい、すごいすごいレパです。今通訳の方がバーって喋ることにすごくソニックさんが感動されている、はい、ありがとうございます、はい、ですね。じゃ結構現実離れした役柄をやってみたいっていうことですよね。はい、なるほど。じゃあまた新たな一面が出会えるかと思いますが、はい、うん、ありがとうございます、ね、はい、楽しみです。ありがとうございますですね。じゃあ続いての質問に行きたいと思いますが、何でも器用にこなすソイングクさんですが苦手なことはありますか？청소お掃除お掃除반대로얘기하면은 어지럽히는거굉장히잘해요。それ逆に言うのであれば散らかすのはすごく上手です。はい、そうですよね。はい、なるほど。掃除以外で苦手なものってありますか？제가운동을굉장히좋아하는데私は運動大好き、はい、でも구기종목을굉장히못해요。球技はできないんですよ。え、そうなんですか？はい、그뭐격투기나아니면은뭐이런것들다른구기종목이아닌것들은굉장히하면서도재미를느끼고되게자신있어하는데이상하게구기종목은못하겠더라고요。例えば格闘技ですとか球技以外の種目につきましてはやっていると本当に楽しいなというふうに思いますし自信を持ってやることができるんですけれどもなぜか球技だけはよくできないんですよ。意外ですね。공만앞에있으면제가되게멍청해져요。なんかボールが目の前にあると自分自身がなんか何もできない人間になってしまうんですよ。はい、어떻게해야될지모르겠어요。どうすればいいのか分からなくなります。じゃあ野球とかサッカーとかは全く苦手ですか？はい、意外ですね。ちょっとトゥッパッキーねよ。僕も意外です。なるほど、ありがとうございます。なんかすごい意外な一面を伺うことができましたが、はい、じゃあファンの皆さんからの質問はこの絵が最後になりますね。はい、はい、これから作詞や作曲といった面にも期待をしています。これからどんな曲を作っていきたいですかという質問ですね。저는점점이제감성적인곡들에되게많이눈이가고귀가가는것같아요。그래서아마제가곡을만든다면 Fly Away 같은그런이런감성적인노래를만들지않을까라는생각이들어요。지금도작업해놓은것들보면되게감성적인곡들이굉장히많이있어요。